演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日こちら業務スーパーのマーブルチューズチョコマフィンを買ってきました。ありがとうございます。実はまだいろいろ買ってあるんですけど、それではまたおいおい食べていきたいと思います。そして本日はこちらのコーヒーもお供に用意してます。これはセブンイレブンなんですね。なんでここだけ業務スーパーじゃないんだよって感じですね。ではこのチョコマフィンから、おお、個包装になってるんですね、これ。なんか重量感あるかも。あ、マフィンっていうだけでカップに入ってますね。では中身取って、はい、こんな感じです。ではいただきます。チョコはマフィンメインと思いきやマーブルの方にもいましたね。結構しっかりいます。こちらのチョコマフィンは本当にマフィンがふんわりしていて、中のクリームも濃厚なんですけど、そこまでくどい苦さや甘さでもなく、ちょうどいいバランスでまとまってとっても美味しかったです。個包装なので分け合いやすいのもいいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのマーブルケーキは表面上はしっとりしていて、裏を見るとちょっとチョコレートがコーティングされていて、そのチョコがまた食感の変化を出していて、ほんのりラム酒の効いた甘酸っぱいケーキで、こちらも美味しかったです。こちらも個包装なので分け合いやすい時にもいいですね。というわけでこちらもこちらの点数とさせていただきます。それでは続きましては、このバレットブルドンとガレットブルドンのこの2種を食べたいと思います。チョコが続いたので次はちょっとこういうビスケット系ね。まずこちらから、こんな風にコンポースになってます。じゃあこっち負けちゃっていいね。中身はこんな感じになってます。こっちがブルドン、こっちがブルドン、どちら結構こっちは薄めでこっちは分厚めですね。でもこっちも結構分厚い気もします。ではこちらのバレットブルドンからいただきたいと思います。お、ではいただきます。大きいとしっとりじゅわーっと、薄いとパキパキシュワッときますね。バター、どちらもサクサクとした程よいビスケットのを噛むと中からバターの香りが香ってきます。こっちの方がやっぱり分厚い分、その分バターの香りもすごく広がってきましたね。こっちはちょっとバターが弱めかな、やっぱり薄いかな。その代わり枚数がありますので、分け合うならこっちの方がいいかもしれませんね。ただ自分はやっぱりバターを強く感じられたこっちの方が好きなので、こちらをこの点数に、そしてこちらはこちらの点数とさせていただきます。やっぱり分厚い方が好きなのかな自分は。では続きましてはこちらのクラシッククッキーアソートメントというものを食べてみたいと思います。これどうやって開けるの、あ、ここか。あ、なんか贈り物とかでこういうのありそうですよね。いろいろ細長いのもある、ちょっと可愛いハートなのもあります。ハートとかもあります。なんかこの裏にいろいろ名前書いてあるんですけど、なんか偉人の名前多くないですか。ちょっとびっくりするぐらい偉人の名前が付けられるほど美味しいということなんでしょうか。では
この可愛いハートからいただきますかね。ハートはメアリーという名前ですね。ではメアリーいただきます。色楽しめていっぱい楽しめるのがいいですね。でもやっぱりちょっと当たり外れあるかもしれないですね。さまざまなクッキーが入っているのはいいのですが、ちょっとチョコレートに偏りすぎかなというのはありますね。チョコレートの味が、食べて進めていくとだんだん同じになってきてしまう。そんな中で唯一チョコレートを勝負していないこのキャロルちゃん、ね、キャロルには特に物質は光りましたね。チョコレートをコーティングしていないだけで、ね、あるのか自信があるのか。サクッと食べた瞬間にアーモンドの香りも口の中に広がって美味しかったです。チョコレート系でいうとこのクッキーのようなちょっとウエハースみたいなんですけど、ナポレオンが良かったですね。サクサクとクッキー以上に香ばしいウエハースがチョコレートでよく合っていました。やっぱり香ばしい生地の方がいいのかな、チョコレートに。というわけで全体としてはこちらの点数とさせていただきます。続きましてはこちらのチョコレートクッキー、さっきのよりも多いですね。大きいですね。多いですね。でも本当に裏種類入ってる種類もいろいろ多いですね。多いですね。足なのかな、派生種。それにさっきのやつには入ってなかったやつも入ってますし、おー、いやーまたすごいですね。パーティーとかに、はい、こんな印象です。ちょっとここに揚げた瞬間にチョコの香りがいいなぁ、こういうの。はい、はいですね。ではちょっとこちらからいただきます。さっきより量も種類も多い、そして満足度も高い。こっちの方がおすすめですね。こちらもいろいろ入っていますので一概にこれとは言いませんが、この中でいうとこのニコールというものは中にチョコレートクリームが入っていて、外側のチョコとはまた違った味わいがあって美味しかったですね。そしてこちらのティファニー、なんか朝ごはんに出てきそうな、朝ごはんに出してもかわいい見栄えしそうなハートクッキーです。こちらはちょっとキャラメルっぽい味わいがあってサクサクとしていて、他とはまた違った味がありましたね。やっぱりただのチョコレートばっかりだとと思うので、こういうのもあっていいですね。そしてこちらのベネディクト、なんかそういう名前の朝食ありますよね。それとはまた違うのかな。こちらはウェハースなのでまたサクサクとした音が良かったです。中にホワイト、そしてあといくつかあるホワイトチョコも美味しかったですね。ただこのマルコポーロとビクトリアって名前逆なんじゃないのかなってちょっと思ってしまいましたね。こっちのホワイトチョコの方がビクトリアの方がなんかしっくりくるっていうような、まあそれは個人の趣味ですかね。というわけで全体としてはこちらの点数とさせていただきます。続きましてはこのもっちりチーズ、これをちょっと作らなきゃいけなかったので作ってみました。わー、伸びますねー。これチーズのいい香り、ただのチーズケーキがまた違う香り、良さそう、美味しそうな気がします。ではいただきます。プルプルもちもち、他のチーズケーキとはまた違う。味はやっぱりチーズケーキなんですけど、もっちりプルプルとすることによってまたちょっと独特な感じがありましたね。しっとりとも濃厚ともまた違う、そんなチーズケーキでした。バスチーズケーキともまた違いますね。とっても何とも言えない独特な食感がとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。で今回はいろいろ食べてみましたが、どれも美味しかったですね。また商品をチェックしていきたいです。それではユーダチまでロケット上がる蹴り、この空に何なんでしょうね、このグダグダ感。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけるともっと嬉しいです。永遠。続きましてはこちらのマルチパックアソートクッキーを食べたいと思います。
そうですね、チョコとバニラ、プレーン、そしてレーズンが入ってるんですね。多分これが、多分これがプレーン、チョコ、レーズンだと思うんですけど、どうなんでしょうね。では1、このプレーンっぽいやつから開けてみたい、プレーンっぽいやつから食べていきたいと思います。おー、やっぱりプレーンですね。ではいただきます。サクッと程よく甘い。でも最後の締めにはちょっと物足りない気もするけど、まあいっか。プレーン味はサクッとしたクッキーにあっさりとした味わいの素材が入っていて、とっても美味しかったです。ただレーズン味がちょっとレーズンが少なすぎて、プレーン味とあんまり変わらないんじゃないかって思えてしまったのが残念でしたね。そしてチョコレートチップは中にチョコレートが入っているので、チョコ味が濃厚で、チョコが好きな方はプレーンのでおすすめできますよ。というわけでチョコとプレーンはこちら、そしてレーズンはちょっと下がってこちらの点数とさせていただきます。やっぱりもうちょっとレーズン欲しいんですよね。うわ、違う。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。